どうも、高井です。9割の人は読書のハードル上げすぎ。読書は軽い感覚で読み始めることが大切だし、熟読は週に1冊が限界です。読みたい本か読もう。私は最近こういう本だとかこういう本を読み込んでるわけなんですけど、2つともハードカバーですよ。しかも文字は細かいし圧倒的に多いです。3、4ヶ月前だとこういう本も読んでるんですよ。全てハードカバーになっちゃうんだけどね。別にハードカバーじゃなくて私はソフトカバーの本も読んでますよ。こういう分厚くて文字の量が圧倒的に多い本って文字の量に圧倒されちゃうから最初って読みづらいんですよ。ではどんな風に読んでるかっていうと、こういうページをめくるときにパラ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 と目をページをめくっていって目を慣らしていく。それが重要。最初は目を慣らしていくんですね。慣らしていってある程度、あ、そろそろ大丈夫だなっていう時が来るんですよ。その時になったら初めて文字を読んでいけばいい。その読むっていうスピードも最初ほど速読感覚でパラパラパラとただページをめくっていく感覚の読み方、どん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 慣れていくんです。慣れていくと、あ、簡単だなと思える時が来るんですね。簡単だなって思えたから閉めたもので、そこからすごいスピードで吸収できるんです。そういうペースで一冊読んでいくと、実はとっつきにくいって感覚で読んでるよりも、とっつきにくいって感覚で一文字一文字丁寧に読んでいくよりも、圧倒的なスピードで本一冊読み終えやすい。私はそういう感覚で本読んでるので、あなた自身ももしかしたら同じ感覚で実践したら本の内容誰よりも早くインプットできるかもしれませんよ。たださすがに読みたくない本はそんなスピードでは習得できないので、まずは読みたいって思った本から読んでみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。